Hi, how are you? I'm Dr. Lee, Pronunciation Director, Dr. Lee English. So today what I'm going to talk about through this episode is some good things if you speak English in a lower voice and some tips to catch more easily what native speakers are saying. So let's get started. はい、どうも皆さんこんにちは。Dr. Lee English 発音ディレクターの Dr. Lee です。今回のエピソードで話したいのは英語を低い声で話すことのメリット、また発音練習をこう低い声で行うことのメリットですね。それと、ネイティブ発音がより聞きやすくなるコツ、これについてお話ししていきたいと思います。ちなみに私新しい YouTube チャンネルを、先月開設しましてですね、魚を釣って料理をする、そんな動画を上げ始めました。 And all videos are spoken in English, so it's gonna be a good practice for listening and speaking only if you're interested in fishingというわけでですね、フィッシングライフアワージっていうチャンネル名でやってるので、よかったら検索してチャンネル登録して見ていただけるとありがたいです。はい、それでは発音をやっていきましょう。まず今回のレッスン概要ですけども、英語発音のコツっていうのは喉のこのリラックスなんですね。で、そのためにはこの低い声で発音を練習するっていうことがかなり効果的になってきます。で、それがそのままネイティブ発音のリスニングのコツにもなってくるわけですね。で、まずそのネイティブ発音が聞き取れない理由について解説します。で、その次にフレンズのチャンドラー、彼のセリフをですね、今回は練習題材にしたいと思います。彼亡くなっちゃいましたよね。非常に残念なニュースでした。私もかなりフレンズにハマってた時期があって、思い入れがあったりするんですね。でですね、英語の発声でこのセリフ、チャンドラーのセリフをこうエクササイズしていきます。で、最後にコピングにチャレンジしていただくというような流れで進めていきます。はい、それではまず発音が聞き取れない理由をちょっと見ていきたいと思います。まあ、ネイティブ発音はこうダラダラダラってこう音がつながって、でしかもこう早口でなかなかこう聞き取りづらいと思う人が大多数だと思います。まあ、例えばこんな感じですよね。 I don't know what you are talking about って言ってくれればいいのに、 I don't know what you're talking about、 こういう風にダラダラと崩して発音される、そういった印象があるんじゃないかなと思います。でもこれはですね、別にそんなにこう崩して発音してるっていうような感じではなくて、そもそも英語の発音というのはその喉をこう開きっぱなしでこう脱力して発音されてるわけですね。その結果こう全ての音がこうダラダラダラってこう全部つながって聞こえるわけです。で、あとはその声の響きが違うと思うんですよ。で、これも大きな英語の発音の特徴なんですけども、喉の奥からこう出してきた声でこう発音してるわけですね。なので、まあ、若干我々が期待するその、明瞭な発音とは異なるわけなんですよ。なのでこれらのことが理解できるとですね、一気に、聞き取りやすくなるので、今回はそれを実感していただければなと思います。はい、そしたらですね、今回の練習題材まず聞いていただきます。Friends のチャンドラーのシーンです。どうぞ。 We're 40. If neither of us are married, what do you say you and I get together and have one? Why won't I be married when I'm 40? Oh, no, no, no. I just meant hypothetically. はい、いかがだったでしょうか。全部聞き取れましたか。はい、それではですね、まず低い声を使って発音練習を行っていきたいと思います。この低い声を使って練習する理由は、もう単純にこの喉を締め付けない、喉をこう脱力させて英語本来のこの発音の仕方で発音練習を行っていくという感じです。まずは喉を開いた状態で喉の奥から声を出していきます。あくびをしてください。そうするとこう喉の奥がぐーっと開かれるような感触があるかと思います。はい、で、その状態でですね、喉がこうカラカラカラってなるまで音程を落としてみましょうか。あくびをして、できるだけ喉の奥の方からあああああって声を出して、ああってこういうふうに力を抜きながら、音程を落としていく。そうするとどっかのポイントで喉がカラカラカラってこういうふうに響くポイントがあるかと思うんですけども、そこをちょっと意識して声を出してみましょう。はははは、わわわわわわわ、このあたりですね。はい、で、英語を発音するときはそのあたりを使ってこう発音していくっていうふうに思ってください。で、その声の出し方でちょっと発声練習していきます。まずは喉を開いたまんま、あああああ、声を揺らしていきます。こう波を打つような感じで、あああああ、はい、これが喉のリラックスにつながっていきます。喉に力が入っていると、あーあーあーって一回一回喉をこう閉じちゃいます。
で英語の発音って基本フレーズ全体をこう一息で発音する、声を漏らしっぱなしの状態でフレーズ全体をこう捉えて発音するので、あんまりこう喉をこう頻繁に閉めたりとかしないわけです。そこが一番の、まあ、違いと言っても過言ではないぐらいですね。 I don't know what you are ではなくて I don't know what you are で、こういう風になるのは、まあ、喉をずっと開いた状態で発音してるからっていうような感じです。はい、もう一回いきます。はい、で喉を開きっぱなし、声は低く喉の奥から出す、はい、この要領で、徐々にこうフレーズにしていきます。リピートしてください。 I'm the office I'm the office I'm the office で、こちらのフレーズ I'm at the office I'm at the officeはい、こういうふうにフレーズ全体をこう一息で、捉えて発音します。もう一回いきます。もう意地でも喉は開きっぱなし。I'm the office。はい、喉を閉めない。で、フレーズ全体を一息で。I'm at the office。I'm at the office。はい、英語の発音ってこういうような感覚なんですね。はい、そしたらですね、先ほどのフレーズを、一つ一つ練習していきたいと思います。まずは、こちらです。こう一つ一つの発音をこう全部つなげてやるので、まず大事なのはこの先入観を捨ててもらうことなんですよ。なので、できるだけこの下のフレーズは見ずにですね、純粋にこの音を真似ていくっていうことをやってください。はい、いきます。 When we're 40 When we're 40When we're 40. で、こちらのフレーズ When we're 40. はい、こんな要領で発音やっていきます。はい、 If neither of us are married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 はい、できるだけ喉の力抜いて、もうこのガラガラ声でやってみてください。はい、もうわざと、うーってこう力入れたらダメです。はーってこういうようなもう完全に脱力な状態で喉の声を響かせていく。はい、それでもって発音していく。はい、息はたくさん使ってくださいね。はい、で、If neither of us are married, If neither of us are married、はい、割とこういうふうなダラダラーとした適当な感じでいいです。はい、その次のフレーズいきます。What do you say? What do you say? What do you say? フレーズ What do you say? What do you say? はい、 You and I get together You and I get together You and I get together でフレーズ You and I get together You and I get togetherその次 An oven An oven An oven でフレーズ An oven An oven はい、その次 Why won't I be married Why won't I be married Why won't I be married でフレーズ Why won't I be married Why won't I be marriedはい、そしたらその次 When I'm 40 When I'm 40 When I'm 40 フレーズ When I'm 40 When I'm 40はい、その次 No, no, no No, no, no はい、その次 I just meant hypotheticallyI just meant hypothetically. I just meant hypothetically. I just meant hypothetically. でフレーズ。I just meant hypothetically. I just meant hypothetically. はい、どうでしょう。こういうやる気ない感じで今日は練習していただきました。そしたらですね、こちらのフレーズを
今からコピーしていきたいと思います。まあフレーズごとにこう一時停止させながら流しますので、聞いたフレーズをそのまま真似てみてください。はい、それではいきます。どうぞ。 When we're 40 When we're 40 If neither of us are married If neither of us are married What do you say you and I get together and have one? What do you say you and I get together and have one?Why won't I be married when I'm 40? Why won't I be married when I'm 40? Oh, no. I just meant hypothetically. Oh, no. I just meant hypothetically.はい、いかがだったでしょうか。まあ発音練習した後はだいぶこう聞こえ方が、明瞭になったんじゃないかなと思います。それでは今回のまとめです。まず英語はその喉を開いて脱力して基本発音する言語です。で、声はできるだけ喉の奥から出すようにしましょう。そうすることでこの英語の、本来のその母音とか子音とかの質感が出しやすくなってきます。で、あとはフレーズ単位をもう一息で発音してしまいます。単語一つ一つを丁寧にみたいな、発音の方法はないです。フレーズ全体で言葉なのでその言葉単位で発音を捉えていくこと、はい、この要領でこの発音練習していくとですね、ネイティブ発音がもっともっと聞きやすくなります。で、今回はちょっと触りだけやったんですけども、まあだいぶ実感できた人も多かったんじゃないかなと思います。はい、それでは今回は以上になります。それではまた次回お会いしましょう。See you next time. Bye. Dr. D English. 英語の声を作る発声トレーニングにより、スピーキングとリスニングを飛躍させる英語発音専門オンラインスクール。発音コース。Dr. D 認定の発音トレーナーによるオンラインプライベートレッスン。動画コース。ドクター D イングリッシュの公式テキストを動画で学べる実習用のプログラム。詳細は概要欄にて。